で取引をされた紀元前5世紀から紀元前2世紀のマンティネアの戦いまではギリシア人以外の肘ユーミンを売るのが通例であり捕虜となった奴隷は公益港に運ばれて戦利品と共に売られたスパルタのアゲシラオス2世がその場での競売を考え出し以後は軍隊に代わって従軍する奴隷商人が担った古代ギリシアの都市国家では奴隷は 物言う道具とされ、人格を認められず酷使された。特にスパルタにおいては、市民の数を奴隷が上回っており、過酷な兵器は彼らを抑え込むという役割も持っていた。古代ローマもこれに習い、奴隷を生産活動に従事させた。ローマが積極的な対外征服に繰り出したのは奴隷を確保するためでもあった。国ずかであるが、検闘士となり、 コロッセウムで戦いを演じさせられた者もいる。両文明の衰退後は、市民自らが生産活動を行うようになり、国家規模での奴隷事業はなくなったが、奴隷そのものが消えたわけではなかった。古代社会における奴隷と、近代以降の奴隷では、明確に異なる点も多い。例えば、スパルタの奴隷は移動の自由こそなかったが、一定の租税さえ収めれば、 経済的に独立した生活を送ることができた。アテナイの奴隷は市内を移動する自由が認められており、肉体労働だけではなく、家庭教師や貴族の秘書といった知的労働に従事することもあった。さらに古代ローマでは、カラカラミカドによるアントニヌス直令思考以前までは、ローマ市民権を得ることによって自由人になる道が開かれていた。 高山労働者や家庭教師など、奴隷の仕事は様々であり、言ってみれば、職業と就職先を自分で決定する権利がない労働者と、言って良い存在だった。商婦や剣闘士のような、特定の主人に使えない自由契約の奴隷は、個人の努力次第で、貴族並みの収入と名声を得ることもあった。中世においてはバイキングによりスラブ人が、 またアッバース朝以降のムスリムによりトルコ人が多く、奴隷とされた。それら奴隷とされた、トルコ人は生産活動に従事するのではなく、主に奴隷兵士として徴用されたものも多かった。また、マムルーク朝奴隷王朝の名はマムルークを出自とする軍人と、その子孫に由来する。中世における世界の奴隷売買の中心地といえた、イスラム世界においては、 その奴隷のほとんどが、ゲルマン人、スラブ人、中央アジア人及びバルカン人で、黒人は少数であった。奴隷を意味する英語のスレーブは、スラブ人に由来する。西欧を例にとれば、ベルダンでは、アラブ諸国向けの観覧の製造が、町の最も活発な産業部門という時代もあった。中世のイタリア商人は、国会において、奴隷貿易を行い、スラブ人、 トルコ人、ギリシア人、アルメニア人、タタール人の奴隷が、アレクサンドリア、ベネツィア、ジェノバなどへ運ばれた。ジェノバの商人は、カフファンの後輩地で奴隷狩りを行った。1317年に、教皇ヨハネス22世は、ジェノバに対して、異教徒に奴隷を供給して力を強めることが、ないようにと警告をした。奴隷の代名詞が、黒人になったのは、 大西洋奴隷貿易以降の時代のことであって、それまでの奴隷の代名詞は主にゲルマン人とスラブ人であった。アフリカにおける奴隷狩りの様子。奴隷船の内部構造。大航海時代に15世紀から19世紀の前半がまで、とりわけ16世紀から18世紀の時期に、主にヨーロッパとアフリカとアメリカ大陸を結んで、 その後約三世紀にわたってアフリカ原住民を対象として展開され、西インドのプランテーション経営に必要な労働力となった。供給源となったアフリカが西欧諸国を中心とした世界経済システムの外にあった機関は、経済圏外からの効果的な労働力供給手段として機能したが、地域の人的資源が急激に枯渇してしまい、 それに伴う奴隷の卸売価格の上昇、そして、需要元である南北アメリカの農業の生産量増大による産物の価格低下、さらに現地生まれの奴隷も増えたことで、植民地における奴隷の価格は、原価高等分を吸収できるほど高くならなかったことなどにより、奴隷貿易は、次第に有益とはみなされなくなり、縮小に向かった。 その後人道的あるいは産業的見地からの反対を受け、1807年にイギリスにて奴隷貿易は禁止された。アフリカにとって奴隷貿易の開始は現代までに続く外部勢力による大規模な搾取、略奪そのものと言われるが、現実には奴隷狩りを行いヨーロッパ人に売却したのは現地アフリカの勢力である。奴隷貿易によりアフリカは 社会構造そのものが破壊されてしまった。これに貢献した、コンゴ王国、ドンゴ王国、モノモタパ王国などは衰退の運命をたどった。ヨーロッパ人によるアフリカ人奴隷貿易は1441年に、ポルトガル人、アントン・ゴンサウベスが西サハラ海岸で拉致したアフリカ人男女を、ポルトガルのエンリケ公会王子に献上したことに、始まる。 1441から48年までに927人の奴隷がポルトガル本国に拉致されたと記録されているが、これらの人々はすべてベルベル人で黒人ではない。また、拉致された人々も王室で働く下僕ということで、扱いはさほど悪くなかった模様である。ポルトガルの貿易権を確認するため、アフォンソ五世は、教会の道徳的権威を求めて、 ローマ教皇ニコラウス5世に支援を求めた。1452年、教皇はアフォンソ5世に宛てた直所で、サラセン人や異教徒を攻撃、征服、服従させる権利をポルトガルに対して認めている。この教皇直所について、リチャード・レーズ・ウェルは、西アフリカの海岸沿いで最近発見された土地を、指しており、地理的に限定されていたことは明らかであると述べている。 ポルトガルの事業は、西アフリカの金と増芸を独占していたイスラム教徒の、サハラ砂漠横断キャラバンに対抗するためのものであった。ニコラウス5世の直所は4年後の1456年に、教皇カリストゥス3世の教皇直所、インテルカエテラによって上書きされ効果は引き継がれた。1456年3月13日、 オスマン帝国の信仰に対抗する作戦への支持を集めるために、教皇カリステス3世は、教皇直章、インテルカエテラを発布した。この教皇直章は、ポルトガルが西アフリカ沿岸で発見した領土に対する権利を認め、サラセン人等の異教徒の領土を、キリスト教国王領とし永久に進化にすることを認めた先行する2つの教皇直章を承認。 更新するものであった。教皇カリストゥス参世はヨーロッパ各国に大使を派遣し、諸行にトルコの侵略の危機を食い止めるために再び参加するよう懇願したが、ヨーロッパの諸行はそれぞれの国家間の対立もあり、教皇の呼びかけになかなか応じなかった。1456年6月29日、カリストゥスはベオグラードを守る人々の幸福を祈るために、 正午に、教会の鐘を鳴らすよう命じた。ハンガリー軍総司令官、フニャディアーノ主率いる軍は、オスマン帝国軍と遭遇し、1456年7月22日に、ベオグラードでこれを撃破した。特定の国民国家に、排他的な勢力権を委託するという概念は、1493年、ローマ教皇アレクサンデル6世の教皇直書 インテルカエテラによって承認更新され西アフリカ沿岸からアメリカ大陸に拡大された強行アレクサンデル6世の強行直所にはポルトガルとスペインの双方とも全く注意を払わなかったその代わりに1494年のトルデシリアス条約を交渉し線をさらに西に移動しポルトガルのカーボベルデ諸島の西370リーグの 四五千年、千の東に新たに発見されたすべての土地を明確に、ポルトガルに与えることになった。1512年、ポルトガルが、スパイス諸島を発見したことを受けて、スペインは1518年に、教皇アレクサンデル六世が世界を二つに分けたという、説を唱えたが、この頃までには、他のヨーロッパ諸国は、教皇が新世界のような広い地域の主権を、 統括するる権利があるといいう考え方を完全に拒否していたスペイン国内でもフランシスコ・デ・ビトリアのような有力者がインタル・カエテラの有効性を否定していた。スペインはローマ教皇庁の教皇直書に基づく領有権を放棄しなかったが、スペイン王家は大西洋の境界線をめぐってローマ教皇の制裁を求めることもしなかった。むしろスペインは ポルトガルと直接交渉をすることを選んだ。1512年、カリブの先住民の虐待を禁止したブルゴス法が定められたが、1537年の強行直所、スブリミスデウスによって、以前の強行直所を更新、拡大したインテルカエテラは、最終的に無効にされた。大航海時代のアフリカの黒人小王国は相互に、部族闘争を繰り返しており、 奴隷狩りで得たた部族の黒人を売却する形でポルトガルとの通称に対応した。ポルトガル人はこの購入奴隷を西インド諸島に運びカリブ海全域で展開しつつあった砂糖生産のためのプランテーションに必要な労働力として売却した。奴隷を集めてヨーロッパの業者に売ったのは現地の権力者である黒人やアラブ人商人である。初期の奴隷貿易は ヨーロッパ人商人、冒険家、航海者などが、事故の利益のために、自己負担で行った私的なもので、小規模なものであった。その後、中南米地域の植民地化に伴う、インディオ人口の激減、植民地のヨーロッパ系人口がなかなか増えないこと、熱帯地域において伝染病による、ヨーロッパ系移民の死者が多発していたことなどで、労働者が不足するようになっていた。 また、ヨーロッパ産の家畜は植民地で数が増えにくく農耕の補助に家畜が使えなかった。こうした理由により、当時の理論では熱帯性の気候に慣れて伝染病にも強いと考えられたアフリカ人が労働力として注目されるようになり、奴隷取引は次第に拡大していくことになった。しかし、奴隷狩りから奴隷貿易へのシフトは、 中南米植民地の開発よりもずっと早い1450年代に起こっている。1450年代に入ると、カセウ、ゴレ島、クンタ・キンテ島、ウィダー、サントメなどの地元勢力が、戦争捕虜や現地の制度下にある奴隷をポルトガル商人に売却するようになった。1480年代には、エルミナ城が建設される。 特に1480年代には、ポルトガルとスペインで、独占的な奴隷貿易会社ギニア会社が、設立されるに至った。この時代、カリブ海地域のスペイン領向けとして、ポルトガルの独占下で奴隷を売ってもらえない、イギリスの冒険商人による、奴隷狩りが、散発的に行われ、中でも、ジョン・ホーキンスとフランシス・ドレークの公海は有名である。しかし、誤解も多いが、 映画に見られるような白人による奴隷狩りはごく稀なケースである。その後、奴隷貿易の主導権がオランダ、フランス、イギリスなどに移り変わっても、特許会社が現地に要塞、召喚、収容所権用の拠点を置き、現地勢力が集めた奴隷を買い取って収容し、それをさらに船に売り渡すという形式のみとなる。そして時代が下るにつれて、ウィダー王国。 ダホメ王国、セネガンビアなど、西アフリカ地域のアフリカ人王国は、奴隷貿易で潤うようになる。売られた人々はもともと、奴隷、戦争捕虜、属国からの貢ぎ物となった人々、債務奴隷、犯罪者などだったが、今後などでは、ヨーロッパ人に売却する、奴隷狩りを目的とする遠征も、頻繁に行われた。16世紀には、ナイジェリアなどでも、奴隷を、 ポルトガル商人に売却するようになった。奴隷販売の広告。18世紀になると、イギリスのリバプールやフランスのボルドーから積み出された、銃器その他をアフリカにもたらし、原住民と交換。さらにこうして得た黒人を、西インド諸島に売却し、砂糖などをヨーロッパに持ち帰る三角貿易が発展した。また、アフリカでは、綿布の需要が多いことに、 イギリスの資本家が目をつけ、マンチェスターで、麺工業を起こした。イギリス産業革命の基盤である、麺工業は、奴隷貿易が、呼び水となって開始されたことが注目に値する。バークレー銀行の設立資金や、ジェームズ・ワットの蒸気機関の発明に融資された資金は、奴隷貿易によって蓄積された資本であると伝えられている。 約3世紀に及ぶ奴隷へ貿易で大西洋を渡ったアフリカ原住民は1500万人以上と一般には言われているが学会では900万人から1100万人という1969年のフィリップ・カーティンの説を元にした数字が有力である。多数の奴隷船の一時記録の調査で輸送中の死亡率がそれまで考えられていたほど高くなかった。 輸出先での人口増加率が意外に高いと推定されるというのが説の根拠である。ただし、カーティンの説には一時記録が存在しない16世紀から17世紀初頭に関しての推定数が少なすぎるという批判もあるが、そうした批判を踏まえても1200万人を大きく超えることはないと考えられている。なお、奴隷狩りに伴う戦闘や移動させられる。 途中の落語などで生じたであろう、奴隷がヨーロッパの特許会社の収容所に集められるまでの犠牲者の数については考察しようという試みはあるものの、正確な記録がないため全くわからないが、様々な推定から輸出された人数の少なくとも半分という見積もりから最大で5倍程度に達するとの見方もある。奴隷貿易に対しては、その開始と同時に、 宗教的及び人道主義の立場から批判が起こっていた。特に18世紀後半以降、宗教的人道主義的意見と奴隷価格の高騰という植民地側の事情が噛み合った。19世紀初頭には、まず奴隷貿易禁止の機運が高まり、1803年、デンマークで世界初の奴隷貿易禁止法が発行した。 最大の奴隷貿易国であったイギリスは1807年アフリカ人奴隷貿易禁止を打ち出しナポレオンとの戦いで海軍力が慢性的に不足している中でもアフリカ沿岸に多数の艦艇を配置して奴隷貿易を取り締まりラゴスなどポルトガル人の奴隷貿易港湾を制圧した奴隷貿易廃止によってボア人の深刻な労働力不足が引き起こされた 不満から1835年にグレートトレックが起こっている。なお、奴隷貿易廃止と植民地化に伴う現地の労働力の確保とが結びつけて考えられることがあるが、これは誤りである。奴隷貿易の中心である西アフリカ、東アフリカの沿岸地帯の植民地化が始まったのは、少なくともイギリスに関しては50年以上経った19世紀半ば。 以降のことであり、それは1880年に南アフリカで起こった貿易戦争へとつながった。その後、カリブ海地域で成立した近代奴隷制は19世紀前半期に次々に廃止されていった。イギリス領諸島では1833年、スウェーデン族領では1846年、フランス領では1848年、 オランダ領では1863年に奴隷制が廃止された。こうした動きの中、アメリカ合衆国では1808年に奴隷の輸入が禁止されたが、綿花プランテーションで奴隷を刺激したい南部の農園主による密輸がその後も続いた。最後の奴隷船は、アフリカのベナンからモービルに110人を運び、証拠隠滅のため燃やされた、クロチールダ号であった。 その直後に勃発した南北戦争で奴隷制維持を掲げる南部諸州が結成したアメリカ連合国が敗北。1865年に奴隷制が全廃された。1200万人とも言われる成人男女を連れ去った奴隷貿易の影響は現在にも及んでいるとする説がある。冥産難の研究によれば奴隷貿易が最も激しかった地域は 現在のアフリカでは、最貧困地域になっている。また、姉三男とレナード・アンチェコンの研究によると、奴隷貿易の被害にあった地域では、そうでない地域に比べると、家族、隣人、民族、政府に対する信頼感が低いという。21世紀においても、奴隷貿易への批判は後を絶たない。2004年3月、奴隷貿易に関与していた、英国ロイズ保険組合、 米国タバコメーカー大手、RJ レイノルズタバコカンパニーなどに対して、奴隷の子孫のアメリカ人が訴訟を起こした。2020年6月、アメリカ合衆国で発生した反人種差別デモは、世界各地へ波及。イングランドのブリストル市内では、熱心な事前活動家である一方で、奴隷商人でもあったエドワード・コルストンの銅像が、デモ参加者の襲撃を受け、 地面に引き倒された後に英本川へ投棄される出来事があった。前期和光は朝鮮半島、山東、両東半島での人狩りで捕らえた人々を手元に置いて土肥として刺激するか、意気、津島、北部九州で奴隷として売却したが、琉球にまで転売された事例もあった。後期和光はさらに大規模な奴隷貿易を行い、中国島南部の港南、 石港、福建などを襲撃し住人を拉致、捕らえられた者は、津島、松浦、博多、薩摩、大隅などの九州地方で奴隷として売却された。1571年のスペイン人の調査報告によると、日本人の海賊、密貿易商人が支配する植民地は、マニラ、カガヤンバレー地方、コルディリエラ、リンガエン、バターン、カタンドゥアネスにあった。 マニラの戦い、カガヤンの戦いで影響力は低下したが、和光の貿易ネットワークは、フィリピン北部に及ぶ大規模なものだった。ランボドリア文録、慶長の役により奴隷貿易はさらに拡大、東南アジアに拠点を拡張し密貿易も行う、後期和光により、アジア各地で売却された奴隷の一部は、ポルトガル商人によって、マカオ等で転売され、 そこからインドに送られた者もいたという。文録、慶長の役では、薄木城主の太田和義に仕え従軍した、遺像、喜び年が、朝鮮日日期に、日本よりもよろずの商人も来たりした中に人、飽きないせる者来たり、奥地により後に突き歩き、男女、老若海取り手、縄に手首をくくり集め、先へ置いたて、歩みそうらわねば、後より杖に手をいたて、 うちかすありさまは、さながらあぼうら説の罪人を責めけるも、核やと思いはべる、核のごとくに買い集め、例えば猿をくくりてありくごとくに、牛馬を引かせて荷物持たせなどして、責める体は、見る目いたわしくてありつることなり。喜び年、朝鮮日日記と記録を残している。渡辺大門によると、最初、乱取りを禁止していた、秀吉も、方向転換にし、捉えた。 朝鮮人を信条するように命令を発していると主張している。タモギ日記によると、乱暴取りで拉致された朝鮮人の女性、子供は略奪品と一緒に、津島、息を経て名古屋に送られた。薩摩の武将、大島忠師隊の隠衛門という部下は、朝鮮人奴隷を国元にお土産として送ったと書状に書いている。 16世紀から17世紀にかけての日本は、大航海時代を迎えて、列強となった、ポルトガル、スペイン、オランダ、イギリスなどのヨーロッパ諸国から、東南アジアにおける重要な交易相手としてだけで、なく、植民地維持のための戦略拠点としても重視された。この時代は日本は、室町から安土桃山時代の乱世にあたり、漂着した外国船の保護を契機として、 海に面した各地の諸大名がト来する、外国船から火薬などを調達し、大量の銀が海外に流出していた。日本へは金織物、金、木と中国の磁器、蛇行、ルバーブ、アラビアの馬、ベンガルの虎、クジャク、インドの高級なヒーローの布、サラサ、フランドルの時計、ベネチアガラスなどのヨーロッパ製品、ポルトガルのワイン、 レイピアなどが入り、日本からの輸出品には、硫黄、銀、海産物、刀、漆器、そして少数ではあるが、日本人奴隷が含まれていた。ポルトガル船の主要品目に、小石は含まれないが、古い家屋の床下にある土から、小酸カリウムを抽出すること法、主にカイコの糞を使う培養法による、小石製造が、 五海山等の各地で行われ国産化が進んだ。1514年にポルトガル人がマラッカから中国と貿易を行って、以来、ポルトガル人が初めて日本に上陸した翌年には、マラッカ、中国、日本の間で貿易が始まった。中国は和光の襲撃により、日本に対して金融措置を取っていたため、日本では絹等の中国製品が不足していた。 当初、日本との貿易は、すべてのポルトガル人に開かれていたが、1550年に、ポルトガル国王が日本との貿易の権利を独占した。以降、年に一度、一石に日本との貿易事業の権利が与えられ、日本への航海のキャプテンマジョールの称号、事業を行うための資金が不足した場合の、職権売却の権利が与えられた。船はゴアを出港し、マラッカ、 中国に寄港した後、日本に向けて出発した。南蛮貿易で、最も価値のある商品は、中国の絹と日本の銀であり、その銀は中国でさらに絹と交換された。古来から、日本の戦場では、戦利品の一部として、男女を拉致していく、人取りがしばしば行われていた。この時代に入ると、新興地域に居住する非戦闘員に対する拉致や、 非戦闘員の拉致自体を目的とした侵攻も、向上的に行われるようになっていたと、考えられている。この時代に、大内氏や天子氏と、変わる変わる戦争をした毛利氏は、領内深くに、天子氏が侵入してきた際、居城に非戦闘員である農民や商人らを、収容して、天子氏による乱暴取りに備えた。同種の記録はこの時代の各地で見られる。 乱暴取りされた人々の中には、ヨーロッパ商人や中国人商人によって買い取られ、東南アジアなどの海外に連れ出されたものも少なからずいたと考えられている。九州の薩摩、大隅地方ではこの時代の少し前から、人々が盛んに海外に進出し,し、貿易を行うようになっていた。この地域では、国外で捕虜とした人々を日本に連れ帰って、来航した。 外国商人に奴隷として販売する事例も見られる。県民選にも携わった西国の大名である山口の大内市や貿易都市である堺を掌握し、細川市を継承する四国の三好市らも、捕虜とした人々を外国商人に売却していたと考えられている。九州の南端に位置する薩摩地方の港や西の京都と呼ばれた山口や、 県民戦貿易で繁栄した、堺の町では、これまでの秋人に加えて、ポルトガル商人の活動も早くから確認できる。1537年、スブリミスデウスにおいて、教皇パウロ3世は、異教徒を奴隷とすることを無効だと宣言していたが、1560年代以降、イエズス会の宣教師たちは、ポルトガル商人による奴隷貿易が日本における、 キリスト教宣教の妨げになり、宣教師への誤解を招くものと考えるようになっていた。ポルトガル国王に、日本での奴隷貿易禁止の法令の発布をたびたび求めており、1571年には、当時の王セバスティアン一世から、日本人貧民の海外売買禁止の直令を発布させることに成功した。1571年の人身売買禁止までの、 南蛮貿易の実態だが、1570年までに、薩摩に来航したポルトガル船は、合計18隻、和光のジャンク船を含めればそれ以上の数となる。実際に取引された、奴隷数については議論の余地があるが、反ポルトガルのプロパガンダの一環として、奴隷数を誇張する傾向があるとされている。記録に残る。 中国人や日本人奴隷は少数で貴重であったことや年間一席程度しか来航しないポルトガル船の積み荷の積載量奴隷と積み荷を離す隔離区間移送中の奴隷に食料水を与える等の輸送上の配慮からポルトガル人の奴隷貿易で売られた日本人の奴隷は数百人程度と考えられている戦国時代に来航したポルトガル商人は 主従関係などにより一時的にでも自由でない労働者を奴隷と考えており、下人、所従、年季法公認を奴隷として訳していたとされる。不代のものとか、不代送電と呼ばれていた下人や所従は、農業や家庭労働に刺激され、日本国内において、週刊法上売買の対象となっていた。ポルトガル語で、奴隷という語は、一般的に、 エスクラーボイスクラボと表される。日本で、ポルトガル人が、エスクラーボと呼ぶ人々には、中世日本社会に存在した、下人、諸住といった人々が当然含まれる。しかし、日本社会ではそれらと一線を画したと思われる、年季方向に員も、また、ポルトガル人の理解では、同じカテゴリーに属した。日本史の森を行く資料が語る、とっておきの十二は 東京大学資料編纂書、中高新書、2014年12月19日、P77 から8、ポルトガル人は日本で一般的な労働形態だった。年期方向人も不自由な労使関係から奴隷とみなすなど、多くの日本人の労働形態は、ポルトガル人の基準では奴隷であり、500以上の複雑な研究課題とされてきた。ポルトガルでは、不自由な労使関係、 主従関係を奴隷と理解することがあり、使用される傭兵や独立した商人冒険家も奴隷の名称で分類されることがあった。使用人や奴隷は地主に使え、ひどく崇拝する。なぜなら、どんな質の高い人でも使用人に不従順なところがあれば、殺してしまえと命令するからである。そのため使用人たちは主人にとても従順で、主人と話すときは、 たとえとても寒い時でも、いつも頭を下げてひれ伏している。コスメでトーレスは、日本人の主人は使用人に対して、生殺余奪の権力を行使することができるとして、ローマ法において主人が、奴隷に対して持つ権利バイッティナッサイスクポテストスを、霊障として使い、日本における、使用人を奴隷と、統一視した。1587年6月18日、 豊臣秀吉は、九州平定の途上で、当時のイエズス会の布教責任者であった、宣教師がスパールコエリョとの夕食後、重臣たちの午前会議で施役員全衆が、自社破壊や、奴隷貿易等を行っていると残言をしたか山右ウに帰郷を迫ったが殉教を選ぶと拒否されたため、コエリョを喫問した。翌6月19日、キリスト教の布教を禁じる。 キリシタンバテレン追放令を発布した。バテレン追放令で奴隷貿易を禁じたとされるが、実際に発布された6月19日付のバテレン追放令には人身売買を批判する文が削除されており、追放令発布の理由についても諸説ある。バテレン追放令後の1591年、教皇グレゴリー14世はカトリック信者に対して、 フィリピンに在住する全奴隷を解放後、賠償金を払うよう命じ、違反者は破門すると宣言、在フィリピンの奴隷に影響を与えた。デサンデ天正圏王施設機では、同国民を売ろうとする日本の文化、宗教の道徳的大敗に対して批判が行われている。日本人には、抑止と金銭の執着が甚だしく、そのため互いに身を売るようなことをして、日本の名に、 極めて醜い汚れを被せているのを、ポルトガル人やヨーロッパ人は皆、不思議に思っているのである。デサンデ1590転承権王施設記新異国総書後、伊豆井久之助た協約お祭堂、書店19、1969、P232 から235、デサンデ転承権王施設記は、ポルトガル国王による。 奴隷売買禁止の直例後も、人目を忍んで奴隷の強引な売り込みが、日本人の奴隷商人から行われたとしている。また、会のパドレ方についてだが、あの方々がこういう売買に対して本心からどれほど反対していられるかをあなた方にも知っていただくためには、この方々が、百歩苦心して、ポルトガルから直上をいただかれる運びになったが、それによれば、 日本にトライする商人が、日本人を奴隷として買うことを厳罰をもって、禁じてあることを知ってもらいたい。しかしこのお触ればかり厳重だからとて何になろう。日本人は至って豪欲であって、兄弟、縁者、法友、あるいはまたその他の者たちをも、暴力や危険を用いてかどわかし、こっそりと人目を忍んで、ポルトガル人の船へ連れ込み、ポルトガル人を愛願なり、 値段の安いことで奴隷の買い入れに誘うのだ。ポルトガル人はこれを、モッケの幸いな口実として、法律を破る罪を知りながら、自分たちには一種の暴力が、日本人の必要な嘆願によって加えられたのだと、主張して、自分の犯した罪を隠すのである。だが、ポルトガル人は、日本人を悪くは扱っていない。というのは、これらの売られた者たちは、 キリスト教の教義を教えられるばかりか、ポルトガルではさながら自由人のような待遇を受けて、年頃死国に扱われ、そして数年もすれば、自由の身となって解放されるからである。デサンデ1590天承権を施設期、新異国総書後、伊豆井久之助た教約おつ堂、書店、1969、P232 から235、 デサンデテンショウ剣王施設機は、日本に帰国前の知事はミゲルと日本にいたいとこの対話録として著述されており、物理的に接触が不可能な両者の対話を歴史的な史実と見ることはできず、フィクションとして捉えられてきた。剣王施設機は虚構だとしても、豊臣政権とポルトガルの二国間の認識の落差が伺える。 バテレン追放令後の1589年には、日本初の遊郭ともされる、京都の柳原遊郭が、豊臣秀吉によって開かれたが、遊郭は世間などによる、人身売買の温床となり、江戸幕府が、豊臣秀吉の遊郭を拡大して、当人屋敷への遊女の出入り許可を与えた、丸山遊郭を、島原の乱後の1639年頃に作った、ことで、それが、 東域んの語源ともなっている。秀吉が遊郭を作ったことで、貧能の家庭の親権者などから女性を、海遊郭などに売る、身売りの仲介をする世間が、年期暴行の全借金前渡しの証文を作り、性的サービスの提供は、本人の意思に関係なく、教養が横行した。すでに、江戸時代から、長崎の外国人貿易業者により日本人女性は、 最小や売春婦として東南アジアなどに行ったとされる。元禄時代の頃に当時に屋敷では中国人が日本人の家事手伝いを雇うことは一般的だったが日本人女性は中国人が帰る時について行き大半のものが騙されて売春宿に売られたという。日本人女性の人身売買はポルトガル商人や和光に限らず 19世紀から20世紀初頭にかけても黄色い奴隷売買、遠い期間として知られるほど活発であり、宣教師が指摘した日本人が同国人を性的奴隷として売る、商行為は近代まで続いた。1596年、長崎に着任したイエズス会イ主教、ペドロ・マルティンスは、キリシタンの代表を集めて、奴隷貿易に関係するキリシタンがいれば例外なく、 破門すると通達している。やがて秀吉に代わって天下人となった徳川家康によって南蛮貿易は主因状による制限がかかった。さらに鎖国に踏み切ったことで外国人商人の活動を江戸幕府の監視下で厳密に制限することになった。日本人の海外渡航と外国人の入国も禁止され、日本人が奴隷として輸出されることはほぼ消滅したと。 されるしかし、明治維新後、海外に移住しようとした、日本人が、年期奉公人として、奴隷同然に売り払われることはあった。後に、内閣総理大臣になった、高橋惚歴も、少年時代に、アメリカのホームステイ先で騙されて、年期暴行の契約書にサインしてしまい、売り飛ばされた経歴を持っている。明治5年には、 横浜に寄港したペルー戦績船に乗せられていた新人クーリーたちを奴隷であるとして日本政府が解放して国際紛争となったマリアルス号事件が発生している。明治の日本では女性を騙して海外へ連れ出し売春させるという手口が多発していた。外務省訓令第1号警視庁北海道庁。 不献金来不良の都各地を徘徊し還元をもって、海外の事情に、うとき不助を誘惑し、ついに種々の方法によりて海外に渡航せしめ、渡航の後は生業につかしむることをなさず、客てこれを脅迫して、修業を営まして、もしくは多少の金銭を貪りて他人に交付する、ものあり。これがために海外によって言うに忍びざるの困難に、陥る不助をよい増加し、 在外交換におて急号を、努むむといえどもあるいは、遠隔の地にありて、その所在を知るにおしなく困難に陥れる婦女もまた、主々の障害のために、その事情を出訴することのは、ざる者多し。いて、これら誘惑渡航の党途絶しかつ婦女をしてみだりに、渡航をきとせしめざる様取り計らい不べし、明治26年2月3日、外務大臣。 むつむねみつないむ大臣伯爵、井上香る19世紀から20世紀初頭にかけて、日本の売春婦が、中国、日本、韓国、シンガポール、インドなどのアジア各地で、人身売買されるネットワークがあり、当時、黄色い奴隷売買として知られていた。からゆきさんとは、19世紀末から20世紀初頭に、かけて、貧困にあえぐ農村から、東アジア、東南アジア、 シベリア、満州、インドなどに人身売買され、中国人、ヨーロッパ人、東南アジア原住民など様々な人種の男性に売春婦として性的サービスを提供した日本人の少女、女性のことである。中国での日本人売春婦の経験は日本人女性の山崎智子の著書に書かれている。朝鮮や中国の港では、 日本国民にパスポートを要求していなかったことや、カラユキさんで稼いだお金が送金されることで、日本経済に貢献していることを、日本政府が認識していたことから、日本の少女たちは、容易に海外で、売買されていた。1919年には、中国人が、日本製品をボイコットしたことで、カラユキさんの収入に、なおさら頼るようになった。 明治日本の帝国主義の拡大に日本人少婦が果たした役割については学術的にも検討されている。バイカル湖の東側に位置するロシア極東では1860年代以降日本人の遊女や商人がこの地域の日本人コミュニティの大半を占めていた。国会会や国流会のような日本の国粋主義者たちは ロシア極東や満州の日本人売春婦たちをアマゾン軍と美化して称賛し会員として登録した。また、ウラジオストクやイルクーツク周辺では日本人娼婦による一定の任務や情報収集が行われていた。ボルネオ島民、マレーシア人、中国人、日本人、フランス人、アメリカ人、イギリス人などあらゆる人種の男たちが サンラカンの日本人商婦たちを訪れた。1872年頃から1940年頃まで、オランダ領東インド諸島の売春宿で、多数の日本人売春婦が働いていた。単行本本論文、記事、ありがとうございます。